こんにちは、粟田洋介です。今日は前回色鉛筆で描いたこの絵を額に入れていきます。で、この額に入れるためのマットフレームの作り方を紹介したいと思います。マットフレームっていうのは絵とか写真を額に入れるときに額にこうやって入れて、でこの後ろに入れるものです。今日やることなんですが、まずは切る部分の長さを測ります。それからマットを切ります。で、今日はおまけで少しだけ色のバランスの取り方のお話をします。マットと額と絵の色のバランスですね。で、今日はマットを2つ切るんですけど、1つ目が、普通の幅のマットですね。で、おまけのところではちょっと切りづらい幅を狭くしたマットですね。それの切り方なんかもやっていきます。かなり前にマットフレームの作り方の動画を出したんですけど、その時やらなかったことを紹介したり、前よりもちょっと分かりやすい動画を作れたらと思っています。で、マットフレームなんですけど、厚みのある紙にこういう風に斜めに切れ込みが入っています。で、この斜めに切るために使うのがマットカッターですね。こういう風にスッと切るんですけど、この45度の角度で斜めに刃が出てきます。で、これは両方に刃がついたタイプです。前は片方だけに刃がついたタイプを使ってたんですが、この両方の刃がついたタイプをかなり前にこの定規とセットのやつをね購入したんですが、私が知らないもっといいものがあるかもしれないんですけど、これすごい使いやすいのでおすすめです。今日は絵が正方形なので、この正方形の額に入れるので正方形のイラストレーションボードを用意しました。ちょっとこれ前回の動画と被るんですけど、マットボードを切っていくんですが、このマットボードっていうのは裏からこうやって入れるものなので、こういう風にね、ここが出しじゃなくてちょっと被さるような感じですね。1ミリか2ミリぐらいですね、あると綺麗に入ります。裏からこうやって出しはめるっていう意味です。なので、ここを切るときはこのマットボードを絵よりも一回り小さい大きさにこうやって切っていきます。で、このサイズを測るんですけど、私は字をこういう風にずらして、で、この幅を測ります。すると大体6センチなので、1ミリずつだったら 6.2 ミリで、切っていくのは内側なのでこういう風になりますね。 6.2 の半分の大きさをこことここの大きさにします。6.2 の半分は 3.1 センチですね。なので、こっちも 3.1 センチですね。そうするとこの間隔がこの絵よりも内側になります。こっちも 3.1 に印をつけます。そうするとこの間隔はこの絵の内側に来ます。で、ここに線を引きます。線引かなくてもいいんですけど、私は線が入ってた方が見えやすいんで線を引きます。で、こっちも同じですね。こっちも同じ長さのはずなんですけど、一応測ります。同じぐらいだったんで 3.1、この線見ると分かるんですけど、ここはちょこっと出てますね。ということは、絵が描いてある紙の内側にあるということで、絵が描いてある紙よりもここに切る穴が一回り小さくなるということで、これ大きさはこれでいいですね。次はマットを切っていきます。このカッティングマットは紙をこうやって切るためのものなので、これで切ってもいいんですけど、これで斜めにこうやって切っていくと、こういう垂直の線じゃなくて斜めにこうやって切るわけなので、このボードが削れていってしまいます。なので、このマットカッターを使うときはこういう使い捨てのカッティングマットの代わりのものを使います。これは普通の段ボールですね。で、こういう風に定規を置いて線にぴったし合わせて、これでスーッと切っていくんですけど、定規を当てる部分はこっちが広い方、こっちが短い方だったら、こっちが外側ね、こっち側に定規を当てます。私は何度もこっちをこういう風に置いてこういう風に切って失敗したことがあるんですけど、マットカッターはこっちが表だったらこういう角度に切れています。
なので裏からこっちに切ってしまうとこれが反対側になってしまいます。なのでこっちに定規を当てて切ります。でその時なんですが、ここに印がついています。この刃の先端の部分ですね、それがここの真ん中のこの印のところということになります。なので切る時はここに線が引いてありますね。ここの線のところにこの印を合わせます。赤いところがここの溝に引っかかるんですけど、1段階2段階といって伸びていきます。でここに合わせてまずは1段階カチャッとやってスーッと行くんですが、この線の部分にこの印が来るところまで来たら止めます。またスーッて戻すんですが、戻る時もこの印がこの線のところに来たら止めます。ここでストップですね。そしたら今度はもう一目盛り、このところですね、もう一つカチンとって刃を出します。それで同じようにここの線のところまでこの印を持ってきます。でもう一回ぐらい、こういくとね、段ボールをデコボコと切る感覚がしてきました。そしたらここに穴が開いたということですね。パチンパチンってやって抜きますとね、ここに切れ目が入りました。ここが切れたので、今度はまあこういう風に切ってもいいし、まあぐるって回してここ切ってもいいんですし、ここ切ってもいいんですけど、なんとなく私はこっちを切ったらこっち側が切りたいのでこっちから来ますが、特に意味はありません。この定規をぴったし線のところに置きます。でこの矢印をぴったしここに合わせて、2つ開きました。次はこっちですね、ぴったし定規を線に合わせて、あー行き過ぎちゃった。綺麗に切れました。したら最後のこの部分ですね、ここを切ったら完成です。綺麗に切れました。で今度は絵をここに貼っていきます。今日はマスキングテープで貼ります。粘着力のすごい強いテープだと剥がすときに紙が破けてしまうので、前の動画ではセロテープを使ってたんですけど、このマスキングテープを最近使っています。4つ角つけます。こんな感じになります。これを額にこういう風に入れて完成です。でこんな感じでできました。でちょっと今度はおまけで、この幅ですね、このマットの幅が3センチとか3センチちょっと今日はあったんですが、前回の動画では確か 1.6 ミリとかで作ったんですね。こういうものが細い場合ちょっと気をつける点が一つあります。なので今日はこれ最近ショート動画で描いた絵なんですけど、これをこの額に入れます。その時のためにこのマットを切っていきます。マットの色合わせなんですけど、私はいつも感覚的にやってるんで理屈がちょっとわかんないんですが、最近人から絵の中に入っているのと同じ系統の色を使うということを聞きました。確かにそうするとうまくいくと思います。こっち側の茶色はこの色と似たような系統の色だと思いますが、こっち側はこっち側の色の系統に近い気がします。なので絵としてはどっちも合っています。絵とマットを合わせるんだったらどっちを使ってもいいと思うんですね。なんですが、この額に合わせた時にどっちもある意味合ってるんですよね。で額と絵とマット全部合わせてみた時に、これも合ってるしこれも合ってるんですけど、こっちもこっちも両方合っています。でこっちにするとちょっと明るくなるんで、でねこの服の色とこれが同じ系統なので
ことこれは同じ傾向ですよね。ちょっとね、これが目立つんですね。さっきと同じように長さを測っていきます。こういう風に被せて、これだいたい 3.6 センチなんで、1.8 センチのところにしました。で、こんな感じの線を引きました。こっち側もさっきと同じように、これが内側に入るような長さにしました。こんな長くなくていいやつ。2.2 センチね。こんな感じの線を引きました。で、早速切っていきます。そこを失敗しちゃったんで線が増えてしまいました。こっちの短い線から切っていきますが、この幅がすごく短いです。なので、この定規を当てた時に2つの問題点があります。それはここの滑り止めがここにかからないことで、もう一つはここに定規を置いた時にここに段差ができてしまいます。ここ段差ですね。するとね、平らにこういうふうにキープするのにちょっと押さえとかなきゃなくて大変になるし、これが滑りやすくなります。なので、この解決策として、切った切れ端をここに置いてマスキングテープでちょっと留めます。そうすると、こう置いて、ここは平らだし、滑り止めがここに当たって、ここテープがついているので滑りません。なので安定します。で、さっきと同じように外側のところですね、ぴったし、今度はこっち側ですね。印をつけたところからスタート。こっち側も同じように、こっちはちょっと幅あるんで滑り止めはギリギリ当たるんですが、ここ段差ができちゃうんで、ここは平らである必要があるんで、ここに置きます。で、もう一つ最後うまくいくかな。切れました。最初にこうやって裏に貼って、テープこうやって貼って、こういう風にやって、こうですね。額に入れます。で、額に入りました。こんな感じになりました。私はかなりの数のマット切ってるんですけど、あんまり切るの得意じゃないんですね。でもまあ作り方はこんな感じなので、まあほとんどの方は私よりもうまく作れるんじゃないかと思います。ということで、今回の動画は以上です。こんな感じで2つできました。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方は、ぜひ高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。